言うはなしで農業へ。この企画は吉本新喜劇横地新平が脱サラして新規就農された農家さんに脱サラから新規就農までの経緯、そして就農してからのエピソードをつつうらうら探る企画なのである。はい、ですね、今日のゲストさんは超大規模農家、キュウリとかもういろいろやってらっしゃる農家さんです。今日のゲストは千田健一さんです。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。はい、ですね、千田さんは、千田農園さんですね。千田さんは、野島さんのご紹介で、もう今年の5月ぐらいに会ったばっかりなんですけど、何回かお願いさせてもらって、はい、今回、ご協力いただきました。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい。僕の YouTube 名前だけ出てるけど実体が見えないみたいな状態だったので、はい、今せっかくなのでこのキュウリのトンネルの中から動画を撮らせていただいております。はい、本当にちょっと長くなるかもしれませんが、はい、本当によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速質問させていただきます。よろしくお願いします。はい、まずご出身はどちらでしょうか。まあここですね。岩手県北上市。はい、実家です、うちの。はい、なんですね、ご実家にで今やってらっしゃるんですね。はい、はい、ちょっと細かく聞いて申し訳ないんですけど、はい、まあ、中学ぐらいの高校ってどちらの高校？水沢。あ、水沢高校。水沢商業。あ、商業ね、なんですね。はいはいはい、はい、高校に行きました。はい。そっからはどういう経歴？ね、はい、高校卒業してすぐ、はい、鈴木自販岩手っていう車屋ディーラーね、はいはい、ディーラーで営業をやりました。3年ぐらい。はい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 。なかなか大変そうですね、車の営業。はい、でその後に、はい、ローソン、株式会社ローソン、はい、これが入った時は、はい、ダイエーコンビニエンスシステムズっていう会社に入社したんですね。はい、あ、そういう名前のだったんですか、ローソン。もともとローソン自体が、はい、いわゆるダイエー、ダイエーの子会社だったんです。はい、はい、あ、なんですね。自分らがいる間に、はい、株主が三菱商事さんに変わって、はい、はい、株式会社ローソンに変わって正式に、はい、なるほど、はい、ちなみにこれ社名は伏せた方がいいですよね。いや、別に何も悪いことしてないんで大丈夫ですよ。わかりました。全然そこは問題ない。いや、もし悪いことしてる人だったら顔も声も変えればならないから、はい、大丈夫ですか。あ、わかりました、ありがとうございます。具体的にそのローソンで働かれてらった時っていうのは、はい、そのコンビニの現場からスタートしてみたいな感じですか。一番最初は店長、はい、あ、はいはい、この岩手県内の6店舗か7店舗ぐらいの、はい、オープニングの店長ですね。なかなかそれも大変そうですね。この頃っていうのは店を開けて、はい、で半年とか1年経ってオーナーさんに渡すっていうやり方をしてます。ああ、はい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 、フランチャイズって分かります、うん、はい、はいはいはい、フランチャイズでオーナーさんにこうバトンタッチするんだけど、今はもう新しいお店出す時にもう、はい、オーナーさんがそこをスタートするっていうやり方。あ、なるほど。もう自信があるとですね、会社自体のこの立地に対して今までの経験踏まえて売り上げこれぐらい取れるから新しいオーナーさんでも大丈夫だっていうふうに今はやってるんですよ。あ、我々の頃はまあダイエーさんっていうのもあったのかもしれないけど、ダイエーなので、まあオーナーさん困ると大変だからちゃんと売り上げつけてからお渡ししようっていうやり方だったんですよ。はいはい、なのでそのなんだろう、店長やって店長やって売り上げを、まあ、ある程度つけて頑張ってくださいっていう、ここだば大丈夫ですよっていう確証を持った状態でってね。ああ、なるほど。ちなみに最後の方というか、まあ、辞められる前まで、はい、っていうか、そもそも何年ぐらいやられてる？21年いましたね。長いですね。はい、21年やってる中で、はい、まあ、店長、はい、スーパーバイザー、はい、エリアのディストリクトオペレーションマネージャーっていうのをやって、ディストリクトオペレーションマネージャー、地区、その地区の、まあ、かっこよく、いや、そんなかっこよく言わなくてもいいですけどその地区の、その、まあ、エリアの責任者ですね。責任者、責任者になって、うん、で、あまり成績が良くなかったので、うん、で、仕方ないから、じゃあ今度は本社の仕事、本社っていうかね、本部の仕事をしなさいってことで、関西っていう、うん、はい、どっちかっていうと今度は建物の、まあ、要は家主さんの交渉、はい、するような部署を最後はね、しました。家主さんとの交渉、まあ簡単に言うと、はい、家賃交渉と、はい、あとローソンって閉めたりするの分かるでしょ、あ、はいはい、隣に立ったりするとか、うんうんうん、そういった場合に家主さんとの接触をする。
やめるお話をするとか、あ、なるほど、こちらに移るんで申し訳ないけどこういう段取りで打ち出し仕掛けをしたいっていう話をして、はい、ご了承いただいたり お叱りを受けたりっていう話、納得させなきゃいけないっていうことですか、ね、そう、まあ納得してくれないんだけどしょうがないっていう感じで腹に収めてもらったんじゃないかなと思いますよなるほど、はい、なかなか大変な職業だったんですね、まあ、そうですね、ちょごめんなさい、あの全然カットしてもいいんですけど、はい、あの結構いいお金はもらえてるわけですか、給料、はい、ローソンになって上場したんですよ、はい、あ、はいはい、上場した瞬間からやっぱ上場企業の給料に変わりましたね、ああ、なるほどなるほど、あ、なんすね、ずっと基本的には岩手でやられてらったんですね、岩手、宮城、岩手、宮城岩手、はい、宮城読めました、あ、なんすね、あ、そうなんすか、意外と転職、なんかやっぱ上場企業で大企業と転職、転職じゃないや、転勤とかもやっぱ多かったんですかね、で岩手広がったんで、うん、岩手の中でもだから私、はい、岩手にいる頃に、はい、そのスーパーバイザーやってる頃に、はい、大船と宮古っていう、そっちにもこう、はい、あ、ダンスしてね、あ、そうなんだ、はい、引っ越しだけで8回とかそのぐらいしてます、そうですね、だって岩手宮城の時点でもう6は行ってますもんね、はいはい、うわ、そうなんだ、なるほど、上場企業大企業で働かれてて、はい、ちょっとした功績だとか自慢話があればぜひお聞かせいただいてもいいですか、自慢っていうかね、はい、やっぱお世話になった人、うん、いい人にこう巡り会えたっていうのが多分一番あれじゃないかなと思います、自分やってる、あの、ローソン時代はですね、はいはいはい、さっきも言ったけど高校出て、はい、自動車会社でも育ててもらったんだけど、うん、やっぱりあまりねいい人間じゃなくて高校出てすぐぐらいの18、19ぐらいの時代さん的に、ね、そういう人間が少しまともになれたのはやっぱりそのローソンのオーナーさんであったり、はい、その上司同僚なんかにこうやっぱりいろいろよくしてもらったっていうのは、ね、育ててもらったっていう思いはありますよね、まあでも確かに人間関係は ねもうこればっかりはね、はい、変えがたいですもんね、本当にそこで、まあ、自分がこう形成されてきたっていうかね、はい、させてもらいましたっていう感じですね、ああそうなんですね、はい、いやすごい、なんかいや今までこのシリーズの時は皆さんなんかまあお金だったりだとかなんかその営業成績だったりとか、はいはい、そういうところはやっぱ野島さんみたいにナンバーワンの人なかなかナンバーワン取るってのは本当に大変ですよ、そうですよね、そのエリアで、うん、いろいろ仕事しますけどね、うん、はい、野島さんともよくお話したけど、はい、その一番になると本当、寝ないで仕事するだけじゃ足りないので、はい、いや、もう、なんか野島さん特集みたいに毎回なっちゃうからなんですけど、でも本当にそうなんですよね、なんか今まで会ったことないタイプというか、なかなか、なかなかですね、ストイックですけど、そういうところも見せないですしね、はいはい、うん、はい、じゃあすみません、あのそういう、まあ、ずっと長いことやられてやったじゃないですか、はい、であのちょっと千田さんのねあの記事を読ませていただいたんですけども、はい、あれでもちょっとおっしゃってましたけど、あのなして農業にってなったと、まあ、今実家でやってるんですけど、もともとここで、はい、あの俺の代で14代目なんですよ、14代目、はい、どんぐらい先祖からやってるんですか、そしたら。だからもうね、あの仏壇のとこにこういっぱい写真あるけど、すごい、はい、やってる昔からのその、はい、農家なので、はい、ただそんなに大きくないんですよね、はい、この辺の普通レベルっていうかそれぐらいの農地なので、はい、まあもともとそういうのがあって最終的には会社辞めたらやろうとは思ってたんですよね、あ、なるほどなるほど、ゆくゆく遅かれ早かれ農業はやらなきゃ、はい、やらなきゃないなと思ってたんで、はい、じゃあタイミングどういうタイミングかなっていうのがあって、はい、あのまあさっき関西っていう仕事をしてるって言いましたけど、はい、その仕事をしてて事例が出たんですよ、東京来いと、はい、で東京って言われてもなっていうのもあって、はい、まあ皆さんご存知なんでしょうけど、あの、ね、震災がありましてね、はい、あれの時に、はい、私がさっき言ったように縁側の何店舗か持ってたので、はい、やっぱそこであの一緒に仕事してきたお母さんがやっぱり多く亡くなってるんですよね、はい、でいろんな思いがあって、ね、多分思いとかねやりたいことあったはずなのにできなかったみたいなのは多分あるんですよ、はい、
で仕事をしたいっていう。あ、はい、でまあそのタイミング、自分がもともと考えてた流れと、はい、そのタイミングがあって、あ、今なのかなみたいな、そこで、あの、決意して農業を始めました。ああ、そうなんですね。そうか、いろんなきっかけあるな皆さん。はい、でもなんかその、まあ、やっぱりあのご家族もいらっしゃって、はいはい、であの農業いざじゃあ始めよう、まあ、はい、もともと親御さんご家族一家、はい、ずっと農業やってらっしゃったっていうことだったんですけど、はい、まあ、そのやっぱ大企業にお勤めになってて、はい、農業始めるってなった時、はい、不安とかあと周囲の方からやめた方がいいんじゃねみたいな反対みたいなのなかったんですか。まず家族、まあ、当時は私と嫁だけだったんですよね、はい、2人で仙台にいて、はい、でまあ、そういう話をしたら、うん、まあ、前から話はしてたので、あ、こういうふうにしたい、ね、ゆくゆくはで、うん、タイミング今じゃないかということで、うん、やりたいってならいいんじゃないのみたいな感じで、そこは賛成してもらいました。全然理解は、全然理解はというか、はい、なんで、まあ、うちの親父の方がね、やっぱ、はい、自分が兼業でやってきた方なんで、あ、別な仕事を持って、はい、あの田んぼですよね、田んぼの方を、米作ってる、米をメインでやってたんで、そっち、そういうやり方がいいんじゃないかっていうのはちょっとありましたけどね。あ、そうか、なるほど、はい、結構兼業農家さん多いっすもんね。兼業多いので、ね、うん、やっぱその方がいいんじゃないのって言われましたけど、はい、まあ、どっちかっていうとそういうやり方しちゃうともう中途半端になるので、あ、しっかり農業なら農業でちゃんとやらなきゃ、はい、まあ年も年だしね、あ、まあまあ、まあ、っちもこっちもってやりながらじゃうまくいかねえだろうなと思ったんで。なるほど、それこそ最初の時って、まあ、はい、いざ農業やるよって決めて、はい、まあ、周りもじゃあいいんじゃないって背中を押してくれましたと、はい、最初は何の野菜から始めたったんですか。ね、北上市に相談しに行ったんですよね、はいはい、あの収納、うん、収納なんか相談窓口みたいな、相談窓口が、あの、うん、そこに行って、はい、したら、まあ、北上市が今推奨してるのは、はい、ネギとアスパラだって言われて、あ、アスパラ、はい、じゃあそのそれを教えてくれるようなところ近くにありませんかって言って、うん、あの山口ってね、我が町の山口で それをやってる方がいらっしゃるから、うん、そこで研修されたらどうですかって言われて、はい、じゃあ分かりましたって言って1年間研修したんですけど、はい、まあ、そのネギとアスパラやってはいたんですけども、はい、メインはキュウリ、ああ、キュウリ農家さん、そっちかいみたいな。でどっちかっていうと、だから行く時間、研修時間がもう9時から5時とかね、サラリーマンみたいな時間で研修しに行ってたんで、はい、なかなかロングタイムで、はい、まあ、しかもね、本来農家ってやっぱ朝なんですよね。いや、そうですね、5時とかね、あ、時間にやってるんだけども、で行ってやった仕事がやっぱキュウリ多くて、でキュウリを覚えたし、まあこんなにすごいなるんだって金にもなるのが見えましたしね。あ、アスパラよりは、はい、まあアスパラも同じぐらいになるっては聞いたんですけど、はい、3年かかるっていうしね、あ、植えてからですよね、うん、時間かかるっていうのもあって、じゃあキュウリとネギをやってみようってことで、あ、それでまずキュウリと、あとこちらちょっと映ってないんですよ、はい、こっちさんもネギね、ネギ、はい、を始めたんです。あ、なるほど。ちなみにこれ、はい、キュウリとネギ何単ずつぐらいですか。スタート、あ、今、あ、スタートは、スタートはこのキュウリのところだけでスタートしたんですよ、はい、2単部を半分ぐらいにして、1単部ずつで、1単部ずつぐらいにして、はいはいはい、で様子見て、あ、いけそうだなっていうんで、今は、キュウリが3単部、3単部、はい、ネギが4単部ぐらいですか、ね、あ、そうなんだ。4単部じゃ効かないのかな、ちょっと多いですかね。あ、ダンスね。いやでも確かに相当広いですよね。あ、そうなんだ。今でもあの、まあ、千田さんハウスも持ってらっしゃるんですけど、はい、まあ、キュウリ、ネギ以外もそれこそブロッコリー、カリフラワー、トマト、はいはい、あと、まあ、育苗もやられてたりだとか、はい、ちょっと言い方悪いですけど商売としてやってらっしゃるんですよね。はい、まあ、育苗に関しては全部、はい、あのうちで植えるものに関しては全部育苗するので、はい、それがまず一つだし、あと、はい、苗として買ってもらえるとか何とかっていうのを自分で作ってこうだっていうのが、はい、ある程度自信ができたので、うん、その苗屋さんとか取引のあるね、はい、種屋さんがあの買ってもいいっていうんで、あ、なるほど、ね、ある程度まとまった数作れるようになって、それを売るようになって、まあ、あとは産直に持ってってる
はいはいはい、苗はそういう感じで売り始めましたし、ミニトマトに関してはハウス建てた時に、はい、せっかく空いてんだから何かということで、あ、なるほど、はい、ちょうど空きが出たみたいな、そう、そういうことですね。それでちょっとどうせならその産直で見栄えするものをやろうということで、はい、ミニトマトを始めました。ああ、そうなんですね。さっきその、あの苗の話で産直の方さんも売りに行ったりっていうような話もしてあったと思うんですけど、はい、JA に6割、はいはい、であのスーパーだったり産直だったり、はい、4割って、はい、あの書いてたんですけど、はいはい、ああいうのって、ご自身で営業されて販路を開拓していく感じなんですか？スタートに関してはもうほぼ農協。あ、なるほど。で、うん、農協に付随する産直あぜ道っていうのがあったので、はい、その農協経由であぜ道にも出すような感じにはなってました。あ、自分でやったのはそのぐらいで、はい、それ以外は全部声かけてもらいましたね。その向こうから、はい、あ、あ、そういう、まあ、スカウトじゃないですけど、まあ、オファーがあったったりするんですね。そうですね、産直の仲間で、うん、あの高橋健さんっているんですけどね、はい、ね、お名前聞いたことある。その健さんにあの別なところの産直やってみないかっていうので、はい、あの誘いを受けたんでやって、うん、その流れでジョイスに入りました、はい、あ、あとは今 給食もその産直からですし、あと加工に出してる部分に関しては別なやっぱり方から声掛けしていただいて、うん、急にこんだけやってんだったら加工に出さないかと思って、はいはいはい、あ、そういうふうに声かけられるパターンみたいなのもあるんですね、はい、へえ。その産直の方とかちょっと置いてくれませんかみたいな感じに声かけだったんですか？最初そのあぜ道、あぜ道、はい、あぜ道はいや、はい、あのもう農協の流れなんで、はい、じゃあまああの要は出荷規格から外れるようなのもあるんですよね、うん、ああはいはいはい、はい、でも味はそんなに変わんないし、うん、で今日取れたやつ当日持ってってるから鮮度はいいというので、はい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 、である程度値段はちょっとそれなり少し下げて売れるっていうんで、うん、じゃあ会員登録してっていうことで始めました、はい、まあ確かにそうですよね。0円になるぐらいだから ね、うん、売れた方がいいですよね。あ、そういうルートも産直ってそういう風な感じ、スタートはもうそういう感じでも生かさるんですね。で今はだからどっちかというと、うん、産直でお客さんが欲しいとか、うん、自分たちでこういうのを、まあ、あそこの汗道に関してはあの料理人がすごい多いらしいんですよ。ほえ、近くにね、あの激安スーパー、飲食店だりなんだりとか、あのおせんって知らない？あ、おせん、はいはいはい、あのあそこにこう食品を買いに来るらしいんですよね、うん、飲食店の方、うんうんうん、そのついでに野菜はじゃああぜ道でっていうことで。はあ、今の生活リズムをちょっと僕、はい、すごく気になってだったんですよ、はいはい、あの、まあ、今というよりかピーク時の、はい、生活リズムをちょっとお伺いしてもよろしいですか？起床朝4時。朝4時、はい、に起きます。仕事開始が、はい、5時。5時、はい。まあ、収穫が8時から8時半ぐらいまで、はい、あの収穫。収穫、はい。でそれが終わって、8時半から、11時ぐらい。かな、はい、まで、はい、あの選別、はい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 、どこにこう振り分けをするわけですね、どこに持っていくかって、うんうん、はい、でそれから2時間ぐらいで配達。あー、そっか、配達もご自身でやってらっしゃるんですね。配達して帰ってきて、うん、大体1時とか、はいはいはい、でお昼ご飯食べて昼寝して1時間、はいはいはい、あ、いいっすね。2時ぐらいまでお昼寝して、はい、で2時から、管理、はい、キュウリの管理作業をして、はい、で4時からまた収穫7時ぐらいまで収穫して、でそこからまた選別で大体9時、はい、でそこでその後ご飯食べてで10時には寝ると。ちょっとサラリーマン時代より激務じゃないですか？サラリーマンの、でもサラリーマンのピークは朝の5時から出勤で夜中の2時に帰宅何することあるんですか逆に？もう朝からもう、例えば火曜日発売の新商品がありました、はいはい、そしたらもう朝5時に次の日で、水曜日にはもう朝リレーションとなってね、はい、朝リレーションなんか横文字でポップな感じにしてるけどねで、要はこの新商品の動向がこうだと、はい、でそれをオーナーさんと共有して、
小野さんは自分の店しか分かんないから、うん、でよそがこうだからこれは広げていこうとか、うん、これは売れてないからもうあまり無理するなとか、うん、そういうリレーションをするわけですよ、はいはいはい、それを週、まあ、水曜日やってでやってる人はもう毎日やってるしねそういう流れをねリレーションとかでよく体持ちましたねコンビニだって24時間だからオーナーねああまあそうかそうですよ本部もそうだけど、うん、コンビニまあ、今はねコンプライアンスだからもうきちっともう8時間で帰ってると思うけど昔はっていう話ですもんねあくまでもね今は変わってるでしょうけども、はい、でもそれでも昔と比べて今の方が要は体がちょっとしんどいっていうぐらいで、うん、あの精神的な部分っていうのはどっちかっていうとだから売れ残りがないかとか、はい、あのクレームね、クレームがないかとか、うん、そっちの方が気になるぐらいで、うん、あとはだから頼まれたものをちゃんとその準備できるかとか、ああはいはい、はいね、やっぱどっちかっていうとジョイスとかその加工の方はもう数決められてるので、はい、その数間に合う、間に合うかみたいな、なるほど、時間との勝負みたいな、時間はねその1日でも持ってきてくれっていうんでいいんだけど、はい、量がほら。ちゃんとなるかならないかってあ、そうか、うん、そうですよね。この決められたパイの中で、うんうん、その大体いけるだろうと思ってアロアンさん見てるけども、はい、ガクッと下がる時もあるんですよね。寒かったりとか。ああ、そっかそっかそっか。あとはキュウリの場合は風ね、風吹いて傷ついちゃって、はいはい、売り物になりませんみたいな。そっか。傷入っちゃってもう全出せるの全然なくなったとかっていうのはあり得る、ね、ありますよね。その1日じゃないからね風吹くとほら何本かぶら下がってるんで、うんはい、全部傷つくからその1週間なら1週間ぐらいもうダメなんですよ。ああすごい 大きな風が吹くとね台風とか来ると、はいはい、それはもうその時にそういう話をするしかないけどあもうあらかじめこういうことありますよ、みたいな。だ台風だけが嫌です俺。あなるほど。何が一番今嫌だって言ったら台風が嫌ってこれから来ますもんね。まあちょっと今の質問と重複してしまうんですけど、はい、逆に今いろいろ野菜やってらっしゃいますけど、農業のデメリットって、まあ、天候ももちろんあるでしょうけど、それ以外とあと何あったとします？農業のデメリット、はい、まあ金銭面で言ったらやっぱ収入は少ないよね。あ、そうなんですね。うん、サラリーマン時代よりは俺4分の1ぐらいになってます。4分の 1？ 収入は減ります。あ、そうなんすね。ただまあそれでも、うん、まあ家族食わせる分ぐらいはなんとかなってる。うん、まあ、だからこの規模だとそんなもんなんですよ。要は収入を求めて新規でやりたいなっつった時には、うん、だからその一気にそのままねサラリーマンの分ぐらいは稼げるって思わない方がいいっていうのは。収納前ってどのぐらいお金って準備されました？はい、特にこのキュウリとかとこのでっかい支柱があったりだとか、千田さんとこ防風ネットつけてらったりだとか、はいはいはい、多分テプナンも多分ピーマンとかよりは絶対的に多いでしょうし、はいはいはい、この設備自体に関してはそんなに金はかかってないんですよ。あ、なんすね。だって100万もかかんないで多分やりますよ。材料で言ったらね。あ、なんすね。ただだからその機械を買うので銅粉だったりそういうのを、ね、はいはい、買わなきゃないんでしょうけど、うん、なんでキュウリ選んだかっていうと、はい、もしキュウリ選んだかったらやっぱあの初期投資が少ないっていう。でアーチ買ってネット買って、はい、まあマルチ買って、ね、このぐらいなんで、うん、マルチだって手でやろうと思えば手で やったんだろうし、まあそれこそ初年度手でやったって手でやったけど手でやったけど地獄だからもう買いましたけど、いやそりゃそうですよね。いやマルチャーでもちょっと疲れますもん、緩めないですもん。あのマルチャーだって新品買うから70万とかね、はい、何十万するけども、うん、別にね安いの買ってとか、あ、だからそれぐらいきっちり最初はもう初期投資を抑えようと思ってやったんで、はい、準備した金って言っても、はい、要はもともとの貯蓄がいくらあったかっていうのとか、はい、あとはまあ辞めたんで退職金が少しあったんで、うん、それをちょっと使おうぐらいなっていう。あ、はい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 。ちなみに例えばですけど、キュウリ農家始めたいっていう人がもしいたったとして、はい、まあそれこそマルチあたりなんだり買うとして、はい、まあ、平均的にどんぐらい準備しとけばいいっていう目安の金額とか。今キュウリだけでしょ。あ、キュウリだけとか、ね、キュウリで、まあ、この2ターンとかで。キュウリの2ターンは俺おすすめじゃないんだよね。へえ。やっぱり
最初は1反分ぐらいじゃないかなと思うんだよね。あ、なるほど。それで自分でやってみて、キュウリは多分合う合わないあると思います俺。あ、その性格的に。性格的にもそうだし、はい、その要は疲れるから疲れるのが好きだとか、もしくはあのこういうなんつうの、成長するのが好きだとか、金になる初期投資が少ないからそれで我慢してやれるんだったらいいけども、なかなかね、いきなり2ターンやって地獄だけ見て、もうね、忙しくなるとよく聞くのは喧嘩をするっていうね、よく聞くんで、忙しすぎてあー、なるほど、家族内でっていう、はい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 、なので、ね、それこっちは急いで忙しいんだみたいなすぐありしたけどね今出荷がでもなんでってやしゃべりかけてるな、ね、なぜネギと一緒にやってるかっていう、はい、そうなんですよ、そこもちょっと気になってました。こっちはね、だからさっき言ったように、うん、なったらすぐ取んなきゃないっていう、伸びるので、はい、ただネギはしばらく畑に置いといても、そんなにね、きちっと防除だったり肥料さえちゃんとやってれば1ヶ月ぐらいはあの予定よりは過ぎてもなら問題ないんですよ。あー、どうなんすね。なのでこっちをメインにしちゃってるっていうのはあるんですよ。なるほどなるほど、こっちメインにしてこっち余裕でできたらネギ取るかなぐらいの。そういう感じ。あー、なるほど。あ、そういうことなんですよ。俺とかどういう生活リズムで、こっちはもう本当に追われ、キュウリは追われるって感じ。追われてくる、キュウリに追われてくる。ネギは追われるとすれば草に追われる。あー、なるほど。雑草が出てきてね。はいはいはい。あ、そうなんだ。ちょっとキュウリに追われるって言葉初めて聞いたから。ちょっと聞き直してしまいました。確かにね。まあ、そうなんだ。まあでも、いろんな面考えて、まあ体調も的にも、体的にも精神的にも農業の方がいいなとは思うし、キュウリは初期投資も安く済まされるけど、ね、まあその代わりキュウリには追われますよと。そう、そういうことです、ね。なるほど、なるほど。一応一旦やっぱりあるんですよね。だから米とかの方が機械化されてて、はい、いろんな部分でやりやすい。ただ、まあね、その収益的とかっていうのは。はい、なるほどなるほど。それぞれやっぱり自分で何が合ってるかっていうのをやっぱちゃんと考えて、自分の性格とかも踏まえてですね、あ、その方がいいんじゃないかなと思うけど。あ、なるほど。じゃあちょっと次の質問なんですけど、はい、新規収納を考えてる人に、はい、まあ、今の話じゃないですけど、はい、これだけはやっといた方がいいよっていうアドバイスを何かいただけますか。これだけはね、はい、体をうんと動かすんで、うんうん、まあ、体力的な部分がまずどうなのかっていう、そうですね、まあ、一番じゃないかなと思いますよ、うん、はいはいはい、それできなくてね、 やりましょうって金もあるんだけど、さあ始めました、投資したしたけども体もうだなくなってもやめましたよね、はい、あ、なるほど、もう体だけは完全にしとけぐらいの、体が資本だと思います。いや、まあそうですよね、やっぱりと根性だけがちょっときついまあそう、いや、なんかその今の話じゃないですけど、その、はい、まあ、千田さんみたいにあの北上市のとこさの相談会で相談してみたいな、はいはいはい、でおすすめされて、とりあえずキュウリたまたまいたらキュウリメインでやってらったっていう風なお話だったじゃないですか、はいはいはい、まあ、それなりも、まあ、野島さんはピーマンも勧められたみたいな話だったんですけど、はいはい、なんかそういう野菜の選び方みたいなのっていうのはもうなんか俺これ作りてえなぐらいの感じでいいんですかね。まあ、あとだから、うん、結局どういうふうに考えるかだと思うんですよね。あの、お金をちゃんと収入として欲しいって考えるのか、はい、まあ、お金には余裕があるから、はい、まあ、ちょっと自分の家族が増える分だけで、楽しみで、うん、楽しみっていう人はあんまいないのかなと思ってる。ただどっちかっていうとでも生き方みたいなところがあるので、うん、職業っていうよりはですね、はい、農業は、農業は生き方、生き方っていう感じはしますよ。まあ個人でやってる人がやっぱり多いので、あ、まあ、個人事業主みたいな感じなので、うん、こういうふうにしていきたいっていうふうに自分で決めてやっていくような感じですもんね。ああ、なるほど。まあ、会社だとそういかないでしょ。会社の方針がある、会社の方針があって、こうぞ、ね、決めて、それにのっとって頑張ってやんなきゃね。なるほど。やっぱ育て方とかもやっぱ農家さんによっていろいろ違ったりするんですもんね、多分ね。
違いますね。全然違うと思いますやっぱりそこは。やっぱそうなんですね。なるほど。じゃあすいません、長々ありがとうございました。最後に、最後の質問です。最後に農業、何しろまあキュウリでもいいです。農業のいいところを一言お願いいたします。農業のいいところ、はい、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱり体が、体調が良くなるってことですかね、俺はね。俺が実際感じてるのはもうそれしかありません。体にいいぞ、健康にいいよっていう。健康になりました。だから、まあ、持病で糖尿病を持ってるんですよ、俺。あ、なんすか、その数値がもうだいぶ改善されました。あ、いや、それもいいっすね。もう健康の人と変わりありません。薬やめますかまで今言われるようになったんで。なんすね。おっちゃ、もう糖尿病の方はぜひって感じですね。いや、重病の方は無理よ。そう、まあ、なんかもう透析してるとかって人はあれだとは思いますけど。そこまで行くとあれだけど、入って、まあ、これからちょっと改善させなきゃない。よく、あの、ウォーキングこの辺してる人いるんですよね。あ、もったいないなって、距離作ればいい。手っ取り早いぞと。いや、ただ歩くのもったいないなって。お金になるのに。急に作ればお金になるのにななんて。なるほど、そういう考え方があったのか。はい、ちょっと、あの、血糖値高い方、ぜひ、農業はいかがでしょうか。はい、ということでよろしいですか。はい。はい、じゃあ本当にすいません、長々と貴重なご意見、ご意見とか貴重なお話、本当にありがとうございました。はい、またあの千田農園さん詳しく動画で、あのさせていただいてもよろしいでしょうか。また YouTube 出ていただけますか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日のゲストは千田農園の千田健一さんでした。どうもありがとうございました。